はい、鶏胸肉の竜田揚げを買ってきました。1キロなんですけれども、以前のですね、鶏から鶏の胸肉の唐揚げですね、それに代わるものを探してまして、多分人生で初めて竜田揚げの冷凍のですね、竜田揚げ、鶏の竜田揚げを購入しました。で、早速ですね、レンジでチンしたんですけど、で、一つ食べましたけども、ものすごく油っぽいというか、ちょっとバクバクは食べれないですね。そしてまあ衣がですね、比較的こう外れやすいので、全部外せれば一番いいんですけど、まあ大まかに外してですね、食べようかと思います。で、成分表示ですね、見る限りですね、タンパク質多いんですけど、まあ、やはり脂質っていうところでですね、結構多くて、で、これさらに揚げてしまったりしたら、もう本当にもう変な話、こう油はだけ食べてるような、なんかそうもなりかねないというか、そういう気分にもなってしまうので、まあ、これはちょっとレンチンして、さらにこういうふうにこう固まった衣のところですね、まあ、ここちょっと外しながら食べて、まあちょうどいいとは言わないですけど、まあ食べられるかなと思います。これ油で揚げたりですね、しっかりオーブンレンジとかでこう温める熱することができればかなり美味しいですね。多分味はものすごく、美味しいですね。生姜ニンニクの味がしますし、香りもしますし、まあ、チンをした時点でこう非常にいい匂いするんですけど、まあ、普通にこう、まあ、揚げたての竜田揚げとして食べるんだったら、これ多分美味しいんじゃないかなと思います。まあ、ただ私はちょっと美味しさっていうのはちょっとまあ二の次というかですね、まあ、そこが一番ではなくて、やっぱり一番は、まあ、手軽にですね、まあ、美味しくタンパク質を摂りたいっていうところから、これを選んだんですけど、いや、ここまでやっぱ竜田揚げってそうですよね。でんぷんじゃないや、片栗粉がまあとにかく油吸いますのでね、私もまあ去年の冬から今年の春にかけてですね、鶏の唐揚げ作りに、勤しみましたので、まあすごいよく身に染みてわかるんですけど、片栗粉がとにかくですね、油を吸って、まあ本当に揚げたてってカリカリで美味しいんですけど、で、まあこれ一度も揚げてますのでね、もう油が以前購入した鶏からよりも油がすごい出ますね。もう目で見て油が出てるのがわかるので、うん、まあまあでも味は美味しいですので、レンチンして、とりあえずはまあ一袋これで終わりにして、まあ、次はですね、まあ、ちょっと面倒なんですけど、自分でしっかり鶏胸肉、材料からですね、一から作って、まあ、そして、まあ、油の量とかも調整できますので、まあ、それで調理して食べようかなと思います。はい、まあはいということで、まあ大当たりっていうわけでもなかったですけども、まあとりあえず味は間違いないというか、味は良かったですね。はい、まあこれからも、まあ、こういった食材探しですね、いろいろやっていこうかなというふうに思います。はい、ということで以上。